皆さんこんばんはこの時間は埼玉県公立高校入試の傾向と対策についてお送りします今日は英語です授業を行ってくださるのはサイエンスクールの野間和也先生ですよろしくお願いいたします出題傾向については入試問題集や学校案内で受験生を応援する声の教育者の正金光さんにお聞きしますよろしくお願いします さてまずはまさかねさん令和5年度の入試問題の出題数や平均点について教えてくださいはい学力検査問題は前年の令和4年度と同じ大問5大小問31問で平均点は6.8点低い45.8点でした学校選択問題も出題数は変わらずで平均点が1.6点低い56.7点でしたどちらも試験も平均点が下がり前回,前回より難化したと言えます うん、平均点が下がった原因は何か考えられますかはい埼玉県の問題の特徴は記述問題が多いことなんですけれどもこちらの表をご覧くださいこれは平均点が大きく下がった学力検査問題について記述問題の通過率を設問ごとに示したものです記述問題は記号で答える問題に比べて通過率が低くなりますが、えー、令和5年度は赤字で示した通過率20%以下の問題が大幅に増え特にその傾向が強かったと言えます 特に難しかった問題はどのようなものと言えるでしょうか。はい、えー。もう一度先ほどの表を見ていただくとわかるんですが、色を変えたような問題ですね。大問の二番のと、えー、それからもう一つは大問三と四に一台ずつ出題される並べ替えの問題が、えー、とても難しくなり、えー、通過率が低くなりました。はい。こうした問題への対策としてはどのようなことが考えられますか。はい。確かに前年に比べれば難化したと言えますが、まあどれもあの。 特別な難問という問題ではありません。基本的な語彙力、文法力があれば対応できる問題です。対策としては、基本的な単語や慣用表現、文法事項を抑えて確実に抑えて理解しておくことが大切です。そうしたことの積み重ねが総合的な力につながりますので、最後まで地道に努力を重ねてほしいと思います。はい、さて、野間先生に授業をしていただきますが、どんな点に気をつけてみればよろしいでしょうか。 こちらは学力検査問題の英作文の正答率です8.9%でした続いて学校選択の方では例年よりも上がりまして22.8%でした条件英作文というとどう変えたらいいかがわからないと思う施設さんも多いかと思いますが今日説明するフレーズをしっかりと使いこなしていただければ十分満点を狙うことができますのでぜひご期待くださいお知らせの後は英語の授業です はい、では授業を始めていきましょうでは早速ですが令和5年度の入所の問題を一緒に確認してみましょう学力検査問題では大問の5問いの3番このような形で質問が与えられていて3分以上で答えるという出題でしたテーマとしてはこれまで令和5年度では本と映画のどちらで物語を楽しむのが好きか それ以前であれば将来の夢や行きたい海外の場所について条件として指定された書き出しでテーマに対する答えを書き理由などを2分以上で書くというふうになっていましたでは学校選択問でも確認しましょう題問の4ですがこのような形で同じように質問が与えられていてそれに対して 45以上を55程度で書くとなっていましたテーマとしては令和5年度が海の近くと山の近くのどちらに住むのが好きかそれ以前では調べ,学習や調べ学習に図書館やコンピューターなどをどのように活用するのか小学生はもっと多くの時間を自然の中で過ごすべきという意見に対する自分の考えなどでした。 条件としては質問に対する答えや理由を45から55程度で書くとなっています条件演作文というとどうしても難しいな書きにくいなって思う先生さんも多いかもしれませんしかし今日説明するポイントを2つしっかりと覚えておいてもらえれば十分に満点を狙ってことができます今日はその2つのポイントを一緒に身につけていきましょう では、早速ですが、入試の必勝ポイント一つ目。役立つ表現を覚える。ここからは、チャーリー先生と一緒に授業を進めていきたいと思います。ということで、一緒に頑張っていきましょう。早速、皆さんに今日。伝えていきたい必勝表現セブンはこちらです。これらの表現を。 事前にしっかりと練習して身つけ、身に身に付けておいていただければ、英作文がぐっと書きやすくなるので、ぜひ覚えておいてください。では、説明していきましょう。まず、一つ目。i think that。私は何々だと思うという表現です。で、ここからですね。この表現を使った例文を皆さんにお見せします。 チャーリー先生がその文を読んでくれますから皆さんはその後に続けて声に出してその英文を読んでみてくださいこの文であれば私は読書をすることが重要だと思うという内容になりますねこのポイントとしては I think that の後には 主語動詞を含んでいるいわゆる文が来るということここを必ず覚えておきましょうそして2つ目「I want to 私は何々したい」という表現ですでは文で確認しましょうはいこれは「私は作家になりたいです」ということが伝えられます。 この「to」というのは不定詞と言われるものでその後に動詞の原型が来ることも必ず押さえておきましょうそしてこの「want」を「like」に変えたのが3番目「I like to で」で私は何々にするのが好きだと言えます文ではこうなります「I like to see beautiful flowers」 私は美しい花を見るのが好きだとなりますね先ほどと同じように「To」の後には動詞の原型が来ることを押さえておきましょうでは4番目です「I」もしくは we can「We」can 私私たちは何々することができるという表現ですでは文で読んでみましょう We can learn many things from books 私たちは本から多くのことを学べます学ぶことができますという内容でしたねこの「can」という助動詞ですがこれもその後には動詞の原型が来るということを押さえておきましょうそしてこの「can」を「should」に変えたのが5番目こうすすすするるとと何々べべきだするべきだだ言えますでは文で確認しましょう We should help each other。私たちはお互いに助け合うべきだという内容ですね。この each other がお互いにという表現です。ぜひ覚えておいてください。そして先ほどと同じように動詞の原形を持ってくるという点も押さえておきましょう。では6番目。It is 形容詞 forced。 to 動詞の原型人にとって何々することは「点点点」だ文によってはこの「for 人がないこともありますよ。では文で確認しましょう。こうすると「私にとってサッカーをすることはワクワクします」という内容になりますね。 ポイントの1つ目としてはこの部分には「面白い」や「重要だ」などのような形容詞を持っていきましょうそして後ろの部分には「トゥ」動詞の原型が来るという点この2つを押さえておいてくださいそして最後の7つ目「in order to」「何々するために」という動作の目的を説明することができます。 で、また同じように文で確認しましょう。はい。私は医者になるために一生懸命勉強するつもりだ。という内容になりますね。皆さん、理解できましたか。では、この部分では、動詞の原形を使うということ、ここも必ず押さえておきましょう。 では実際にこれらを練習ししてて身につけていきましょうではこのような形でプラクティスということで皆さんには日本語と英語この英語は一部もしくは全体が空欄となっています。これをお見せしますのでこの空欄に当てはまる英語を考えてみてください。1文目であれば「思います」ということなのでそう。 I think が入りましたねわかりましたかでは二つ目やってみましょうどうなるかわかりますかはい。この部分が入ればいいですねでは三番目今度は文全体でいきますよはいこういうふうな文になりました ではチャーリー先生と一文ずつ声に出して練習していきましょうできましたか ではどんどんやっていきましょう二つ目です私はたくさんの本を読みたいですしたいというふうなことを言う場合どんな表現使いましたかそうですね want to でしたではここはもう一気に文全体で考えましょう病気の人々ですから複数形になっていること確認しましょうねはいこういうふうな文となりました

英語で手紙を書くのが好きだ。この手紙は複数形で表してみましょうはいこういう文になりましたねできましたか I like museums. to to go to museums. ?I like to write letters in English. では四番目です私はとても早く泳げますできるということを伝えたい場合の表現でしたそうですね I can ですでは二つ目私たちは本から大切なことを学べます私たちであることに気をつけましょうそして大切なことここは複数形で表してみましょうはい。 こういうい英文になりまますすねででできましたかは番目です私たちは英語を音読するべきだ。 するべきというふうな言い方をしたいときはそうでしたね should を使います we should ですね英語の勉強の基本は声に出すことですから皆さんもしっかりと音読を続けてくださいねでは文で確認しましょう私たちはヘルメットを着用するべきですこの場合のヘルメットというのは一人一人は一つを着用しますから単数形で表しましょう はい、こういういい文とととなりましたできまししたた We、はい、でででできかはは番目ですすす私にとって野球をするここ面白いですこの部分では「面白い」という部分を この冒頭で説明しましょうそうですね It is fun ですでは二つ目今度は後半部分を空欄にします子供にとって本を読むことですねこの子供も本も複数形で表してみましょうはいこうなりました では文全体でやってみましょうインターネットを使うことは簡単です今回の文では人にとってがありませんから表す必要はありませんはいこういう表現になりましたね「It is fun for me to play baseball」。 It is important for children to read books. It is easy to use the internet. では、最後の表現です。私はよく歴史の本を読みに図書館に行きます。いわゆる目的ですね。この場合の本も複数形で表しましょう。 はい、こういうフレーズが入ればよかったですねできましたかではここも一気に文全体でいきましょうこの「目的の t o に関してはその前に2語付け足すこともありましたね今回はそれで考えてみましょうはいこういう文となりました「I often go to the library to read history books」 I study hard in order to be a doctor 皆さんできましたかこのような形で今日は入試必勝表現セブンを皆さんにお伝えしていきましたこれらをしっかりと事前に練習しておくそしてこの表現を使うことでミスなく文章を書くことができるということぜひ覚えておいてください では早速この表現を使って入試の問題に挑戦してみましょうもう一度学力検査問題を一緒にチェックしましょう Which do you like better? Reading the book or w a t s in the movie? この質問に対して一文目は本と映画のどちらで物語を楽しむのが好きかを I like に続けて書いていきます 2分目以降はその理由が伝わるように2分以上で書いていてきますここで必勝ポイントの2つ目いきなり書き出すんじゃなくてその前にシナリオを立てるということですこういうことが書けそうだなっていうのを事前に考えてみましょう。今回であれば本を読むということであれば 例えば、登場人物をイメージしてみる、場面を考えてみる、自分なりの解釈をしてみるっていう楽しみ方がきっとできますよね。それに対して、映画を見るであれば、例えば、表情や動き、場面だったり、音、こういうもので楽しむこともできますよね。これらを事前に考えた上で、自分なりに書きやすい、 シナリオというのを考えてみます今回は「本を読む」ということで登場人物をイメージするで文を作ってみましょう1文目はこのような形で「物語を楽しむために本を読む方が好きだ」と表してみましょうここでは先ほどの表現「like to」を使って「I like to read the book better」で表すことができます。そして 物語を楽しむために目的ですね。そうです To EnjoyTheStory で表せます。そして理由として登場人物を想像することが楽しい。そうですね。It is fun for me を使えば表せました。では登場人物を想像するですが To ImagineTheCharacters で表せますよ。そして 最後そうすることで物語をより楽しむここととがでできますすそうすることでは「by doing so」で表せますよそして「できる」という表現そうですね「I can」を使って「enjoy t h e story more」で表すことができました先ほど確認した表現すべての文で使えましたよね I like to read the book better and enjoy the story. It is fun for me to imagine the characters. By doing so, I can enjoy the story more. では同じように学校選択問題にも挑戦しましょう学校選択問題ではこのような文章が与えられてこの部分に質問があります内容としては海の近くと山の近くどちらに住むのが好きか45から55程度これは書き方にもよりますがだいたい4分から6分程度と思っておいてくださいではまた同じようにシナリオを考えてみましょう まず海の近くということであれば海の食べ物だったり海の動物マリンスポーツというのが想像できますね山の近くであれば山の食べ物山の植物景色などがきっと思い浮かぶでしょう今回であれば山ということをテーマに書いてみましょうかでは早速1文目「山の近くに住むのが好きだ」 今回では質問文で「I prefer」というふうに「アプ e ファという言葉が使われてましたからこれを使って答えてみましょうそして「Living near mountains」と続けます「山にはたくさんの種類の植物や花があります」「あります」という表現は「there i s there are」で表せますたくさんの種類のというふうに言ってますから複数形ですから「a」を使って表しましょうそして「 many kinds of plants and kinds flowers of と表しますそして山にはということで In the mountains と続けましょう自然の中でくつろぎにくつろぐために山に行くのが好きだとするとそうです Like to を使って表せますね I like to go to mountains そして目的ですから to relax in nature で表すことができました同様に紅葉を見て楽しむことができます同様には a を使って表しますそしてできるということで I can を使って enjoy sing 紅葉というのは altern leaves で表しましょう私にとってそれらを見るのはワクワクしますはい。 It is exciting for me で表せましたね。そして、To season として終わらせることができます。このような形で42語の文を書きましたが、これだけの文を先ほどの表現で書くことができました。I prefer living near mountains.There are many kinds of plants and flowers In the mountains. I like to go to mountains to relax in nature. Also, I can enjoy seeing beautiful autumn leaves. It is exciting for me to see them. このような形で文が作ることでできましたねでは今日のポイントを一緒におさらいをしたいんですけれどもこのようにシナリオを立てることで書き進められるということが分かってくれましたねでは必勝ポイントを確認してみましょう役立立つつ表現をを覚えてていいく2つ目シナリオを立てるということですこの2つをしっかりと守ってもらえれば条件英作文で満点を狙うことは十分に可能です。

先生ポイントをまとめていただけますかはい。今日説明した必勝表現7つこれをしっかりと事前に練習しておいていただくことで当日でのミスをなくすことができますそしてポイントの2つ目にあった通りでシナリオを立ててからしっかりと書き始めるそうすることでスムーズに書いていけることをぜひ覚えておいてください さてまささん来年度の英語の問題とその対策について改めて教えてください、はい、問題の傾向はま大きく変わることはないでしょう対策としてはやはり記述問題でどれくらい得点できるかがポイントとなると思います記述問題で得点するためにはあやふやな理解ではなく確かな理解が必要です そのためには基本的な語彙力文法力をしっかりと身につけておくことです基本的な単語や連語は正確に書けるようにしておくことそれから慣用表現それから英文の構造とか学習した文法事項を正確に理解しておくことが大切ですあのあやふやな理解で済ませるのではなく自分が納得できるまで粘り強く学習するようにしてくださいお二人ともありがとうございました授業で使用した問題はサイエンスクールのホームページに掲載されています またこの放送後からテレタマ公式 YouTube チャンネルで授業の動画を見ることができます。ぜひご利用ください。さて受験生の皆さん、入試まであと少しです。体調に気をつけて頑張ってください。それでは失礼します。